はいどうもこんにちはこんばんはラウンズでございます。今日はですね久々のアクアリウムの動画なんですよ。撮影としてはですね、前回最後何やったっけ、生体入れて、それから多分ライトかな、 LED ライトの撮影は多分最後だったんじゃないかなと思います。あれからね多分ね9日10日とかそれぐらい経過してて、今だから水槽を立ち上げて大体30日ぐらい、ちょうど1ヶ月ぐらいに、なると思います。で、今回ですね、先日Amazon で、こちらジェックスの3色パワー LED3 だったかな、なんかそういうやつを買いました。やっぱね今やってるのもうすげえ水草なんですよ。水草がかなり増えて、ちょっとこの前最後に撮影した時よりちょっと水草のちょっと植え替えとかしたんで若干ちょっと変わってます。今ですね水槽はこんな感じになっております。ちょっとね前回多分見てからだとちょっと水草のちょっと配置とか変わってる、まあちょっと後でねそれは説明したいと思います。今ちょうどねお魚さんたちがね今ちょうどいないね、ちょうどいないっていうか実際10日ぐらい経ってまだ1匹も減ったりしておりません。全部生き生きとしてるんですけども、自分ねこう椅子にこう座ってるじゃないですか、椅子のこのゴキゴキっていう音にすごく反応するんですよ。あとなんかちょっとした物音とか自分があと立ち上がったりするとなんかさっとこうね奥の方にいます。この辺の奥の方にいるんですよ。だからその辺にバッて隠れちゃうんで、今奥の方見えるかな、この辺でコソコソしてたりするんだけど、なんかね隠れちゃうすぐね、ちょっと、こういう感じなのかなと。しばらくするとほらちょっと今この辺が出てきたと思うんですけど、こんな感じでしばらくすると出てくると、そういった感じですね。まあ前回から見てもらったら分かるんですけど、もう水草、ちょっと変わって、それは後で説明しますけど、もう伸びました結構ね。で今 CO2 も出してるんですよ。これはまあ自分の中でちょっと実験というか、CO2 がなしでちょっとどれぐらい育つのかなっていう感じで、ちょっと今ちょっと1週間ぐらいかな見てるんですけども、結構ねこのロタラナンセアンと、ルドのスーパーレッド、この辺の育ちがもうすごいよね植えて多分10日経ったのかな、経たないのかな、10日は経ったのかな、もう単純に倍ですから。前回あれ見てください。これが植えた時ね。で、今これ10日ほどでもう倍ぐらい背高くなっちゃって、随分成長が早いんだねこのナンセアンっていうのは。あとはポンプがあるからちょっと循環するからっていうのもちょっとあるかもしれないですけども、でまあとりあえず今のねこのやっぱライトちょうど見えてなかった、このねつけてるライト、日装のライナー600というライトを今取り付けてます。この上にね、これ今これだけです。これのみで今こんだけ水草育ってるんで、おいい感じだなっていうのはあるんですけども、でもこんだけね水草がバーッと増えてるんで、こう光の影がこの辺とかあるじゃないですか。やっぱこうすごい水草の量が増えちゃったから、どうしても日が当たらないというか、ライトの当たらない部分がちょっと出てきてるので、やっぱ2灯あった方がいいかなというので新しくね追加して、購入をしたわけでございます。今回購入したのが、色温度1万ケルビン明るさ1000ルーメンというやつね。今ついてる、ライナーというやつが、計算上665ルーメンなので 1.78 倍とかぐらい明るくなるのかな。でこれね、今ねこの60センチの、水槽の照明としては今一番売れてる LED なんですよ。 LED ライトというか照明のライトなんですよ。これはヤフーショッピングでも、Amazon だと照明 の、ランキングだと1ベストセラー1位です。ぶっちぎりで1位というか、ずっとここ2ヶ月ぐらい見てる中ずっと1位でした。でヤフーショッピングだと、照明のベストセラーランキングだと3位なんですよ。ただ1位が30センチ、2位が45センチなので、60センチ用だとこれが1位なのかな。で今つけてこのライナーね、日装のライナー、このアウトレット品は今7位だったかな、さっき見たら7位ぐらいだったんですけども、
60センチ用としては2位です。だからヤフーショッピングだと60センチだとこれが1位、あれが2位みたいな感じで、かなりこれね売れてるらしいんでね、気になって買ったんですよ。あ、すごくね売れてる LED パワーがどれぐらいのものなのかというのが今ちょっと気になりまして、私ちょっと購入してみました。でこれね発売日というか Amazon の取扱い日が2014年の3月18日なんで5年半前という相当超ロングセラーだよね、はい、ということで、開封していきたいと思います。 Amazon でずっと1位なんですよ。なんかいろいろあるじゃないですか、いろいろ何買おうかなと思ってて、はい、まず付属品ですね、 AC アダプター、そして多分これがなんだろう、この間に入れるやつで、ずっと出していくと、もうこれだけか、これと説明書かな、はい、これ説明書ですね。ちょうど俺が開ける方向は逆だったんだね、はい、で大きさ的にはどうだろう、まあまあ同じ60センチなんで一緒といえば一緒ぐらいですね。ジェックスクリア LED パワー3ですね、はい、表はこんな感じ、裏はこういう感じですね。 LED の素子がいっぱい入っております。最近の流行り、自分の中で、はい、説明書をとりあえず言ったりよと。スイッチが青と白と赤と 3個スイッチがあるらしい、全部独立してるんだね。わかりました。一応ねやっぱりこれダブルでね、ダブルでつけたいです。つけれるならね、わかんないまだつけてないんでわかんないですけどつけれるならもうちょっとダブルで点灯していこうかなという形にしようかと思います。でこのねライトリフトね、ライトリフトはこういう形、こういう形になってて、ここかこっからこう入るみたいです。だからこう外れなくてずっと行く、あ、ずっと行くんだずっと行くんですね。だからこれぐらいの水槽でも取り付け可能、だいぶはみ出るというかね、もうこういう感じ。ライナーもそうですね、ライナーもなんかずっと内側まで行くんで、すごく長い長いのっていうか、まあ、60センチまでなら一応取り付けれるっていう形になるのかな。スイッチもよく見てもらったらこうラバーのカバーがあるので、わかるかな、音カチカチってなってるのわかる、水が濡れても大丈夫なような設計になってるんですね。ということで取り付けていきたいと思います。ライトをちょっと切ってます、完全にもオフです。で、一応ねこのカメラのこの設定を、一応固定にしました。明るさで調整されちゃうんで、シャッタースピードが今60分の1、 F4.0、ISO 感度800で固定しておりますので、明るくなったら明るくなった分だけ、すごくそういう風に映ると思います。まずですね、こちらライナーの方がつけていきたいと思います。ドンと、だいたい明るさ合ってるかな、だいたいね、あの肉眼に近いぐらいの明るさにはだいたいなってると思います、だいたいね。で一応ガラスの蓋もちゃんと乗ってます。これはジェックスの方に乗せましたね。で今現状ね、現状横から見るとライナーの方がすごく高いです、高さがね。でジェックスの方ちょっと低いです。で、ライナーの方両方ってね、今白だけです。でライナーの赤青をつけるとこんな感じ、ほぼわからないかな、変わらないか、そんな感じですね。はい、続いてジェックスいきます。ジェックスは横からなんでね、いきます。まず白からいきます、せーの、おお明るいね、明るいわめっちゃ明るいんだけど、これね肉眼よりちょっと明るいかな、ちょっと調整しますね、うん、これぐらい、これぐらい、なんか消したら明るいかな、うん、これだとね肉眼よりねちょっと暗くなっちゃうんだけど、今この明るさで肉眼と一緒ぐらいです、うん、でとさっきの戻しますね、はい、で、次は青赤そして青、これも分かんないですね、こうやると分かるかな、これと分かりますよね、今両方つけちゃってるからかな、はい、一旦全部消しました。ピントが飛んでます、何もないんでね、せーの、はい、まず赤ですね、赤まだ飛んでるな、ピントが。そして青、あ、戻ったか、ピント、うん、まあ、肉眼に近いぐらい明るさですね。でせーの、
真ん中つけるとすごく明るい。ちょっと奥寄りに寄ってるんで、なんかあのね、カメラだと分かりづらいんですけど、奥側めちゃくちゃ明るいんだけど、手前がちょっとやっぱ暗いなと。まあ、実際にはもうちょっと手前にね、真ん中に置くんで、あれです、あれなんですけども、で、両方ね、つけると、はい、相当明るいね。うん。一応これね、両方合わせて、1665ルーメンぐらいになるのかな。で、こうやって前と後ろにあるので、隅々まで照らしてくれてるっていうのがやっぱ、2つつけるときの一番のメリットかなと思います。消費電力がだから両方で結構なるか、手前のライナーが 7.5 だったかな、で今回買ったのが 17.5、 ん、手前が7で後ろが 17.5 なんで 24.5W ぐらいかな、全部つけちゃうと、はい、まあそんな感じでございまして、とりあえずですね、すごく明るくなりました。ライトの明るさちょっと眩しいなっていうぐらい明るくなってますね、はい、コリドラスがやっとこうちょっとこちらへ左の方ね、左の方からとこそこそと出ようか出まいかと迷ってる感じですね。今ですね、このジェックスのみにしてみました。この明るさね、このライナーをちょっと一旦外したんですよ。これね、外して、ジェックスのみでジェックスを真ん中に置いて設置してみました、こういう明るさね、こういう明るさちょっと比べてみようかと思います。どっちが明るいのか、こっちはちなみに1000ルーメンね、1000ルーメンという明るさでございます。今ねこのカメラの明るさは固定にしてるんで、明るさが明るくか暗いかっていうのはそのまま変えれば、分かると思いますので、ちょっとねこのまま交換してみようと思います。はい、こちらが、日装のライナーね、アウトレット品というか665ルーメンでございます。価格は3000です。さっきのジェックスは4500円です。これ動画で見てたらどうなんだろう、どっちが明るいですかって言われると、まあやっぱジェックスのはちょっと明るいかなと思います。肉眼で見てるとね、シャッタースピードとか全部固定にしてるんで、明るさはそのままカメラにね出てると思いますけど、どうでしょう、こっちのは若干赤っぽいかな、若干ね、若干赤っぽい気がする、さっきに比べると。比べてもね、個人的な感想だけど、コスパだったらこっちの方がいいかなって感じ。なんかそのこれが600、まあ660としても、さっきのが1000って言われても、まあ確かに1000ぐらいあんのかな、ちょっと分かんないなっていう感じです。肉眼で見るとね、カメラだとちょっと明るさ的にははっきり映ってるかもしれないですね。今ですね、2つつけて、ジェックスを手前で、ライナーを奥にしてみました。光のね感じだとこっちの方がいいのかな。やっぱ一応ね、やっぱこう入れ替えると、やっぱジェックスの方がちょっと明るいっていうのかな、まあ多少ちょっと高さの関連もあるかもしれないですけども、やっぱこっちの方がちょっと明るいのかなって感じますね。だから手前がすごくなんか明るくなりました、バーッとね。だからこの辺の隅の方、この辺もちゃんと明るさが届くようになったんで、こっちの方がいいのかな。光が強い方がいいのはどっちだ、手前なのか奥なのか、ちょっと迷いますねこれは。まあでもとりあえずね、一旦これで、やってみようかなと思います。とりあえずですね、もうちょっと魚にもカタ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 何してんのって多分思ってるだろうから、とりあえず今日はね一旦これで、終わっておこうかなと思います。はい、というわけで、今日は、こちらのパワー LED をつけてみたんですけども、実際ね、まあ、自分が感じる限りでは、まあ、なんだろう、まあ、最近の言う価格と同じぐらいというか、ライナーももともとはやっぱ、ね、5000円とかぐらいで多分売ってたあれなんですよ。だからやっぱそれなりの明るさがやっぱ残ってるんですよね、旧式になったとはいえ、だけどまあこっちはこっちでやっぱね、売れてるだけあってでもすごく明るいなと、白さが増したって感じです。本当に今やっぱ手前がまだジェックスになってるんで、
なんかすんげえ水槽の中明るいと。なんかスリムなのに前後にライトがあるって相当隅々まで明るくなったなっていうのがすごく今体感してます、はい、で CO2 もまあ近いうちにまたバッと出しておこうかなと思いますので、水草がこれです、すんごい育つんだろうねすんごい育つんでしょめちゃくちゃ明るくなったなっていう感じがあるもん、はい、まあそんな感じで、今回は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。